フォーランドナットフォーランドナットフィンランド空軍博物館のナット館一フォーランドナットはイギリスのフォーランドエアクラフト社が開発した戦闘機及び練習機。1955年初飛行。開発は1952年から開始され、1954年8月にデモンストレーション機のミッチが初飛行。1955年に機体が完成し初飛行を行った。 戦闘機の高性能化に伴う機体の大型化、複雑化、高額化していく流れに反して、あえて小型軽量の機体とし、安価で製作、取り扱いの容易な点に重点を置いて開発された。既存戦闘機と比べて、生産にかかる労力は1、5、価格は1、3を目指していた。主翼は、後退翼で、高翼配置としている。インテークは、機体両脇にあり、 ノズルは、機体後端にある。ジェット第1世代末期第2世代に登場した、機体ながら、かつてレシプロ戦闘機としても軽量化を追求していた、急日本海軍のゼロ戦と大差ない機体サイズや、事長にまとめられている。そのため、比較的低出力のエンジンを搭載していた割には、高速を発揮できたが、水平飛行では音速を突破できなかった。 本機は運動性と取り扱いやすさは優れていたものの、前時代のレシプロプロペラ機並みに軽量、小型すぎたため、武装の搭載量や航続距離が物足りないものとなった。このことから、イギリス空軍では8機の試作発注を行ったものの、実戦部隊用の戦闘機としては採用しなかった。また、デファビランドベノムの後継戦闘爆撃機のテストにも応募したが、より大型。 重武装のォーカーハンターに破れてしまった。イギリス空軍第四飛行訓練学校のナット T-1 戦闘機としては採用されなかった本機だが、その後イギリス空軍では FO-114 の名称で練習機として1957年に採用した。練習機型は戦闘機型と比べて胴体が0.64メートル延長され、タンデム複座式となり、 主翼は、翼服、現長を増加し、内翼にフラップ、外翼にエルロンを装備した。また、スリッパのようなやや潰れた形の増加燃料タンクが装備されるようになった。戦闘機型同様運動性に優れ操縦しやすい機体だったが、機体サイズの小ささゆえに、コクピットの居住性が悪いことが欠点で、大柄なパイロットはハンターで訓練を行わなければならなかった。 1962年から訓練部隊に配備が開始され、105機生産された。空軍の極技飛行隊である、レッドアローズの装備機としても有名で、1965年から1979年までのアイガ本機が利用され、1979年に BAE ホークと機種交代して退役した。イギリス空軍で採用されなかったナットは輸出に回され、 フィンランド、ユーゴスラビア、インドへ輸出された。フィンランドには1958年から1959年にかけて13機輸出され、1974年まで使用された。ユーゴスラビアは新型の昼間戦闘機の候補とするため評価用に2機購入したが、結局それ以上の導入は行わなかった。ナットが最も利用されかつ活躍したのは、 インド空軍においてであった。インド空軍は、早くからナットに注目しており、初飛行の翌年には23機の輸入契約をした、ほからイセンス生産の契約まで締結した。1959年11月から引き渡しが開始され、1960年から部隊配備が開始された。第二次インパ戦争及び第三次インパ戦争において、戦闘機として用いられた。 優れた上昇性能と運動性能を武器に活躍し、パキスタン空軍の戦闘機械マイナス86、セーバーを撃墜する戦果を挙げている。これは、本機が小型で高速だった上に戦闘地域の気候が高温だったために、当時のレーダーでは捕捉しづらく、サイドワインダー等からも離脱可能だったからだと言われている。運動性の良い本機は、 パイロットの空戦技術向上のための格好の教材となり、第二次インパ戦争でナットに登場していたパイロットは、第三次戦争時において別の機体に登場してからも操縦技術の高さを発揮した。ライセンス生産はバンガロールで行われ、合計175機が生産された。さらにナットを独自に改良、発展させた型のアジートが開発、生産され、 この方は1990年代まで生産された出典、ホランドナットベーシステムズケリケッチ初言性能武装ありがとうございます